羽賀たかは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。下野宇都宮氏の家臣。大英元年、益子昭州の三男として誕生。天文十年、宇都宮氏に反抗的で、謀反を起こした、羽賀た根が、宇都宮直綱に打ち果たされると、孔忠氏は、四君、昭綱からの命で、羽賀氏を継いだ。天文十八年、直綱が、 ひつれ川五月女坂の戦いで、ナスタカスケに敗死すると、なお綱の子で幼年であった、伊勢久志丸を連れて、宇都宮城を脱出、巨城の猛火城へと戻り幼い当主、広綱を補佐して、主家の再興を図る。天文二十年には暴略を仕掛けて、千本城主、千本、助ケ都氏に、千君の仇である、ナスタカスケを千本城にて誘殺させ、工次元年には、 宇都宮市に対して、反抗を続ける、羽賀高照を自害に追い込んだ。工事2年、高忠氏は、羽賀氏七次の母を持つ江戸忠道や、小学坊の足利義氏、関東一円を、勢力下に置いていた、北条氏康を通して、日立国の佐竹義明に、宇都宮城奪還のための出兵を要請し、これを受けた、佐竹軍が日山城へと進軍、宇都宮城を占拠していた。 身物のを追放し、名実ともに、広綱を用して、宇都宮に帰還を果たした。その後は、佐竹氏との婚姻同盟を成立させ、また後法上氏とも結び、益子屋州にかくまわれていた、芳形勝ぐに家督を譲って陰性した。資料相談第9編の91303ページ。資料相談第9編の91328ページ。 資料総欄で IQ 編の91449ページ。ありがとうございます。